はい、帰ってきました。はい、帰ってきました。イッチが釣ったイカ。はい、イカちゃん来てくれてありがとう。まだほら、繊維のブニョブニョブニョってしよう。まあ、新鮮ですからね。新鮮、新鮮。ムニョムニョしてる。でだよ。はい、こちらのイカ、これを使って今日はね、祭りの縁日とかにあるつけながら焼くやつ。あ、イカ焼きですか。イカ焼きしてみようかと。お、なるほど。したことないやろ。ナイスナイスね。縁日っぽくしたいよね。縁日っぽくしたいですけど、とりあえずちょっとここ剥がせばこいつの方が、はい、あー、でもまずとりあえずこれはイカスミね。こいつは失敗する、絶対。ここだけ先に処理すると、いろいろと、ね、安心ですね。そうかそうか、ここから取れるかってことは。あ、抜けた抜けた。こいでこうやって、こいでこうやってね。あー、なるほどなるほどなるほど。こいつを両方とも取り除き、さあ、これでですね、はい、もうほぼほぼ包丁のいらんわけですよ、ここから多分。皮残して焼くか。皮取ったがよかやろうね。そうっすよね。ムニムニするもんね。噛み切れなさそうな感じがしますね。うん、このようにして、あ、いけるいける、あ、いけるいける、結構綺麗に剥げるんすね。なんだよ、剥げるね。炒むときはさ、はい、皮つけた方が味しみよ、イカは。あー、そうなんですね。うん、本当にもう食感とかは取ってした方が美味しかものなのかもしらんけど、はい、皮付けとき、あの出汁のしみっとさね。へー、通常捨てる分ですからね。うん、取れましたよ、ほら取れました。まあいいんじゃないかな。そうですね。作り方を調べたわけじゃなく、はい、その現物だけ見ただけやけど、私ね。なるほど、完成図だけしか見てない、ね、完成図しか見てない、うん。はい、で、こっち、はい、ゲソも焼くんですか。うん、ゲソも集った。ああ、ついてた。いや、ついてなかった。ついときも外した。そうですね、もう切り離されてますね。肝、うんうん、ですね、ここは。ついて、このくちばしのときさ、こいつね、はい、こいつは無意識に取ってしまうわけ。ベロベロ残って取りにくくなってさ、はい、こういうのついとる状態で、はい、狭いからこう押し込んだこと、親指を入れるとこ奥に。ああ、そうなんですか。こんな感じでちゃんと取ってあげるからね。ああ、結構ペロンっていくんです ね。取ってあげると慎重に、するとぬめりの限りなく少なくて済む。へえ、キュッ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 と。はあ、なるほど。塩もみしときね、こいつのここも取れるときはもうここにあるんだけど、ここ重点的につけて、はい、ここここにかましとけば。塩振るのは1回だけ、初めの1回だけで、こっち、こう、こんな感じ。指と指を擦り合わせるんで、身をしばからかけば間違いボロボロなんすよ。へぇー、ザルゴツに上げてきたらよかったけど、はい、もう2回目から塩振らないんですね。振らない、うん、あ、もう終わり。くるんってなってる。もっとくるんではないかんとけどね。あ、そうです。うんうん、皮も焼くぞ。楽しみ。どうなるか、これ全部だよ、これで、はい、じゃあこれで、はい、これ、ね、完成図の写真を見る限り、はい、ここにこんな感じで入っとった。ああ、僕もそんなイメージがあります。確かにこんな感じでいいんじゃない、こんな感じ。ああ、あ、近い気がします。よくあっちの中とかのほら、こんな感じ入ってますね。切れ目入ってますよ。タレみたいなやつはどうするんですか。タレはですね、おいが以前作っといたアナゴの爪だれ。ああ、ザラメとか。へえ、皮も焼くって斬新だな。ね、斬新やろ。もうしたことの中よ、初めてです。オッケー。はい、これで終わりそうな急の大きさの中で。あ、そうですね。もう、おのらん。そうですね。どうしましょう。じゃあ、おのらん。そっち塩焼きすっか。うわ、うまそうじゃない。そうですね、美味しそう。そっち塩焼きでいこう。塩焼きしましょう。こうして、ほら、遠心力ってやつ。遠心力でちょっとですね。あー、なんかほら、ぷくってなった、ほら。あ、ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ。刺したがいいんじゃない、これ、こうやって。そうですね、チカッとさ、はい、片崩れせんじゃない。あ、そういうのありそう。ありそう、すごくありそう。うまい、はい、ここからほら、このおい特製だれ。あ、うまそうじゃありませんか、これは。ねえ、これはうまそうじゃないですか。すごい、カロリーのテカテカを感じます。デブの元って感じやね、これね。あ、めちゃめちゃいい匂いする。あ、いい匂い。縁日だ。縁日、え、お祭りだ、お祭りだ。お祭りだ。お祭りだ。お祭りの匂いがしてきたですよ。濃いよ、お祭りですね。いや、これもううまいですね。うまい確定だね、これ。うまい確定ですね。うまくないわけがないやつだね、これ。
丁寧に丁寧に塗りたくってね。うわうまそう。アオリイカやっけんね。そうっすね、思ったんですけど、うん、あれっすね、串には刺さなかったっすね。串に打っちゃうね、なんかそんなイメージが。じゃあこれ縁日っぽかだっけあ、じゃあ縁日っぽいかやきだね味は多分縁日っぽい、うん、近いものがあると思います。でもちゃんと色ついてきましたね。ついてきた、ついてきた。何度も繰り返すしてもらう。これテカリといい。うわ、ほんとこれもうめっちゃ縁日っぽい。縁日っぽいね。このゆっくりこのタレが垂れる感じが縁日っすか。もうアップで飯テロを表現してください。わかりました。うわ、これちょっとテカってますよ。絶対美味しい。テカってますか。テカテカっすよ。テカテカですか。テカテカです。テカテカです。これ何ですかこれ。これですか。イカです。これですか。ゲスです。ティティリー。おーっと。おーっと。まさかのこっちで串登場ですね。うん。しかもちょっと洗濯物みたいな感じ残すんですね。なんかパンツの子だねこれ。割と使い古してますね、うん。ゴム切れちゃってますからね。いけるね。おお。おお、煙が煙が。うわー、いい感じじゃん。めちゃめちゃいい感じですね。なんだこの色は。うわー、いい色、いい匂い、いい匂い。たまらん、たまらんちゃんねこれ。味塩でいこうぜ。味塩パラパラパラ。なんで味塩と思う、聞いて聞いて。え、これなんで味塩にしたんですか。塩がないんですよ。うわー、もわー、きれいきれいきれい。完璧やん、これ完璧っす、これ。下町ロケットやん、これね。下町ロケット、ほら、なんだこれ。うーわなんてしっかりしてるんだろう。めちゃめちゃしっかりしてないですか、なんか。ヘッテコリンなやつになった。すごい、めっちゃしっかりしてる。ヘッテコリンな、ヘッテコリンな、こうって嫉妬。なんですか、それ。これ、皮は結構変化があるんじゃないですか、キュッて。うん。あ、縮んでますね。勝負に来たか。このタイミングで来たか、勝負に。あった、おっと。お、すごいすごい。こっ、うわ、美味しそう。ゲソやば。ね、あちちちち。おっとっと。あちちちちちちち。あちちちちちち。あちちちちち。あちちちちちち。あちちちちち。あちちちちち。あちちちちち。うん。なんだ。なむ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 。あー、いや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 。いやいやいや。おっと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 。いやいやいや。これまずいな、これ。ニュルニュルシヘッドですよ、こいつは。ニュルニュル。これまずい。これまずい、これまずい。やばい、ニュルニュル。あーあ、これやばい。ああ、どっちもした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 。やばい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 。皮が。これやこっか。ちょっと取れないですか。あれれ、もしかして。開けちゃいましたね。開けちゃった。知らん？知らないです。はい、ここにカバイツ取れんといてよ、しかも。取れないですね、それ。やばい感じですね、これ。非常に、これなんだ、牛タンのこと知らん、これ。確かにこのくるんって感じが やばいな、これ。これやばいな。みんな買ったことにしましょう。取らないですもんね。取るよ、取る。あ、取りますよ、もちろんもちろん。いやいや、そりゃそうですよ、やっぱり。ほら、わー、よかった、取れたけど。あ、いけるかも。本当ですか。もう焼けた感じですか、うん、ここで。あ、なんかホルモンみたい、見た目確かに、ね、肉っぽい、ね、焼きすぎたら硬くなる、ね、うわ、めちゃめちゃ美味しそうな色してるね。いい感じになってきましたね。ちょっと串に刺した意味があるのかどうかちょっと聞かないでください。この下でも焼けよくていいね。2階建て2階建て。あ、美味しそう。うわ、これ来てるね、これ。これ来てますね。来てますよね、くちばし。じゃあ2人前にしよう。2つずつ切ろう、このようにね。はい、うわ、タレの使いように、こっち。うん、うん。皮どうすか、それ、触った感じ。あ、よかったと思うよ。ほら、あ、なんか結構プル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 。よいしょ、よいしょ。みんな、おいしそう。いや、シンプルでうまそうだな、やっぱ。そうっすね。はい、完成。はい、はい、できました。はい、何でしょう。イカの縁日と塩焼き。
一度塩焼き。完成。はい、完成。切ります、これハサミで。うわー、うまそう。うわー、いっち。いや、一カットがでかい。この一カットも食ってもらおう、これは。うわー、いただきます。取っていいですか、先に。いいよ。うわ、めちゃめちゃ美味しそう。うわー、すごい。いただきます。はい、はい、じゃあいただきます。いただきます。うん。うん、元気だ。うまっ。うまい。おいしいな。贅沢やな。いくぞ。はい。うん。コリコリしてる。焦げ目になったら香ばしかね。めちゃめちゃうまか。めちゃめちゃうまい。タレ最高よ。タレ最高。これいこうか。ゲストに入れる、はい、ストロー。うわっ、ストローいいっすか。うん、ストロー通し焼き。はい、いただきます。いただきます。うん、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 焼き続けず絶妙。絶妙ですね。まだこの甘さの、うん、で、ちょうどまだプリプリ感がちゃんとありますね。あ、うまっ。うまいな。いや、甘いな、やっぱ甘いっすね。ゲソイッキュー。あ、うまっ。最高やね。うん、いい硬さしてますね。うまっ。ちょうどいい。あ、あ、軟骨のとこうまかよ、これ。これ、いいっすか。これ軟骨のとこ。うん、あ、これも甘っ。うまっ。うまいな。炭焼きするのもっとわかる。あ、ほんね。皮、うわー、すごい。プルプル、プルプル。いくよ。はい。面白い。うわ、うん、おいしい。あ、あの、もつ。うん、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 うん。この、噛み切れない感じがおいしい。あ、おいしい。うん。あ、これちょっと焦げてるぐらい、多分おいしいですよ。おいしい。もう終わりか。うまい、これ。マジでうまかった。いや、マジで美味しかったっすね。マジで。ちょっと待ってください。ちょっとなんか少し今日、今日何やったの。今日、はい、今日あの食べたやつ。今日何ですか。今日食べたのは何やったの。イカです。はい、無理。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますので、よろしくお願いします。